これ立花さんがガーシーがね帰国しないとね逮捕状が出るって言ってるんですって。出るでしょうねと思いますよ。でもと NHK 党の立花孝志党首が国会内で党の定例会見に出席したと。で警視庁が脅迫や名誉毀損の疑いで任意の事情聴取を要請されているガーシー議員について、彼としては今月国会が開くので帰ってこないとまずいと思っている、宣言しちゃっているので帰ってこざるを得ないと1月中に帰国するとの見方をしたと。立花氏はドバイに滞在中のガーシー氏について、2月中には帰ってこないと任意の取り調べに応じるつもりがないとして逮捕状が出るんじゃないかと思う。まあ、出るでしょうね。僕でも2月までじゃなくても1月中に帰ってこなくていいだけでも出ると思いますけどね。逮捕状が出るのは本望ではないはず、逮捕されるような罪ではないので説明をする方が彼にとっては有利として帰国して聴取に応じることを勧めたと。でもこの前まで立花さんは帰ってこない方がいいって言ってましたけどね。個人的には帰ってこない方がいいと思うみたいなことを言ってましたよね、確か立花さんってね。ガーシー氏の身の危険を案じる立花氏は帰国した際の限界態勢を想定する。例えば僕にも内緒で入国する可能性があると思っています。警視庁と話してこの日に取り調べを受けますという事前打ち合わせをして秘密裏に入ってこれば騒がれることはない、まあでしょうね。でもまあ多分僕は警視庁の人って記者に言うと思いますよ。そんな秘密裏にしないと思いますけどね。いやこの日にガーシーが帰ってくるよっていう情報を僕は与えて記者たちが集まるような形を取るんじゃないかなと思いますけどね。一方で成田空港でぶら下がり会見をすると本人が希望すればそれなりの警備体制をつける、議員宿舎が取れるまではガーシー氏の都内の自宅ではないバレないところに囲みたい。バレると思います。帰ってくると判断した場合は全面的にサポートするとしたと。そもそもそういうことを考える必要がある議員って大丈夫ですかと思いますよね。そういう人にね、税金が使われてるわけでしょ。国会に出るのは、ね、決まりですからね。国会に出るのは当たり前で、一回も出てないでしょ。それで海外に逃げてて海外から誹謗中傷してるわけでしょ。いろんな芸能人とかの素人も含めてね、いろんな人含めて、誹謗中傷してるんですよね。それで名誉毀損とかで、脅迫とかで一応話を聞くよと、任意のね事情聴取なんだけど、まあ、任意の事情聴取はまず一番最初は任意から始まりますからね。何かしらこいつはダメだなと思ったら逮捕状出して逮捕するんですけど、逮捕されるような話じゃないって言ってますけど、立花さんは僕逮捕されると思いますよ。普通にこれだけじゃないですかね、いろんなことやってて。これ確実に逮捕しないと警察は叩かれるんじゃないですかと思います。世論にね散々いろんなことしでかしてきてますからね。まあでも僕はなんとなくね帰ってこない気がしますよ。帰ってこないで逮捕状でってなんかあれじゃないですか、パスポートを取り消しになって強制退去みたいな感じになるんじゃないのかなっていう予想もしますけどね。警備体制ね、そうね、警備体制どうするんですかね。警察が守るって言うんですかね。守んないでしょうねと思いますよね、警察をね。立花さんが体張って守るんですかね。逮捕されるような罪ではないんで本当かよって出てます。僕逮捕されると思いますって。逮捕状出るレベルならどう警察に釈明しても厳しいな。まあよかったじゃん、それで。脅迫の連続はとてもじゃないか、国会議員としての資質はなさすぎた。脅迫ですからね、完全にね。だってそれ立花さんも言ってたじゃないですか。ガーシー、あれは脅迫だと僕も思いますって言ってましたからね。天皇どもが面白がって基地外に投票した結果、面倒だから国外でその筋の人に頼んで粛清してもらった方が良くないですかねと。惨めな死に方してほしい。ガーシー逮捕されて議席っていうのは減るでしょうね。まあ逮捕されてね国会議員で入れるはずないですからね。取り調べで脅迫罪が、確定したら起訴される、起訴されるでしょうね。でも在宅になる可能性が高いのかなと思いますね。でもどうするんですかね、在宅にしないのかなとちょっと分かんないですね。立花さんも在宅起訴されてますからね、一応ね。どの道逮捕はされるだろう、されると思います。こんなクズは逮捕されて議員資格剥奪型と僕もそう思います。脅迫してて無事に済むわけないわな、どっかの芸能事務所が告発してるんだろう、まあ
まあ、いくつかしてるんじゃないですかね、一社だけじゃなくて。あの、ABEX のね、松浦さんも仲いいですけど、ガーシーとね、仲いい表面上はね。でも、僕がやっぱ、ね、会社としてだったら、多分会社としては黙ってないでしょうね、みたいなね、訴えますって言ってましたけどね。帰国しなかったら逮捕状、帰国しても逮捕されて、刑事告訴。運が良ければ執行猶予かな。国際指名手配者が集まってるのがガーシーのいるドバイでもある。ちなみに ICPO の総裁が UAE、あ、そうなんだ。出身の人。やり方が朝鮮人ヤクザ、その、まあ、でも、まあ、反社のやり方ですよね。逮捕されるような罪ではないので、ホリエモンもそんなこと主張してたけど、囚人は、最後は囚人にまでなったからな、甘く見せ。確かにホリエモンはね、結局、ね、あの、無罪主張しましたけどね、執行猶予もつかずにね、あれ、検察案件ですけど、僕もあの微罪で、こんなことで捕まんのと思いましたけど、まあ、実際捕まって刑期、服役してきましたからね。あり得るんじゃないですか。まあまあ、でも、僕は逮捕状出てほしいなと思います。